皆さんこんにちは。台湾を旅している春です。今回は9分にやってきてます。では今日はコラボ動画ということでゲストをお呼びしております。ゾロさん、わー、はじめまして。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう台湾のグルメといえばゾロさんということで今日は来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。台湾に行ったことない人もたくさんいらっしゃると思うんですね、うん、まあ、なのでまあ初心者の方にも分かりやすい有名店を今回ご紹介していただこうと思います、うん、よろしくお願いします。それではレッツゴゾロさん、はい、あの9分って何が有名なんですか？9分といえばね、やっぱね、はい、日本人の皆さんに大人気のね、うん、千と千尋の神隠しってあるんですよ。はい、あのスタジオジブリのね、はい、周りの舞台になったって言われてて、はい、はい、まあ、厳密に言ったら、うん、宮崎駿は違うって言うてるらしいらしいんだけど、だからそれを言うと、はい、視聴者さんがね、はい、時々あの違うよって言って突っ込んでこられたりとかするんですけど、はい、でももうあの千と千尋の神隠しの舞台ってね、それでもいいと思う。いいと思います。そうそうそう、なんかもうそこら中に顔なしのグッズとか売ってますよね。売ってる売ってる、うん、みんなそう思ってきてますもんね。そうそうそう、だからもうそれでいいと思うねんな、うん、実際にその幻想的やし、はい、雰囲気もいいしね、うんうんうん、だからまあ一番有名なのはやっぱりその千と千尋の神隠しの舞台になった場所、はい、9分みたいな、はい、そんな感じかな。で、はい、お茶飲んでみる。台湾の人はね、このフレンドリーなよね。めっちゃフレンドリー。このフレンドリーっていうのがいいよね。確かに、なんかもうほっこりしますよね。ほっこりする。で、日本語喋れる人めっちゃ多い、うん、めっちゃ多い。そうそうそう、みんな日本語喋ってくれる。そうそうそう、世界中の親日国会があるね。それもいいところ、素敵なポイントやね。確かに、もう日本も出たのに、なんだかアットホームな感じがするんですよ、台湾に来ると。すごいあの生活しやすいし、観光って楽しいですね。で、あとはやっぱね、グルメかな。あー、グルメ。で、台湾といえばね、はい、小籠包やね。あ、小籠包食べたい。それ、ここの店やね。なんとこちらのお店だそうです。台湾といえばやっぱ小籠包やし、はい、あとね、ルーローファンっていうね。あ、ルーローファン。そう、台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろご飯なんやけど、はい、それもここにあるから。おー、美味しそう。じゃあ、行ってみる。行ってみましょう。オッケー。うわー、ニーハオ。ニーハオ。两位。雰囲気いいですね。ここが座りましょうか。これがね、はい、小籠包でもうほら日本語で書いてくるけど、韓国語もあれ、あの韓国人のお客さんも多いんやろね。中台のね、別に覚えなくていいんやけど、うんうん、これシャオロンタンパオっていうねんな、中国語の意味では。うん、覚えなくていいよ、もう小籠包で多分通じるから大丈夫、うん。台湾の注文のシステムは、こんな感じでね、紙に書くスタイルなんよね。でもこの、ピッてやればいいだけ。なるほど。そう、だからこれルーローファンね、豚のトロトロそぼろご飯、うん、これが一つでしょ。1でしょ。で、これね、小籠包ね、シャオロンタンパー、これね、安いで100元やで、400円やで。安い。まあ、1元4円計算としてね、ルーローファンもね、200円ぐらいやろ、うん。で、ここにね、テーブルナンバーってあるの。ここにテーブルナンバーあるんだよ、ここ。あ、ほんと、12。そう。で、ここに12って書く。はぁ、なるほど。そう。で、これで持っていけば OK。へ、は、ぇ、いうん、簡単。いいかぁ。ルルホン来たよ。え、私の知ってるルルホンとちょっと違う部分があります。ほんと。え、卵って乗ってますか？あ、普通はね、はい、別に注文しないとダメなんやけど、はい、ここちょっと50元で高いやんか、はい、普通大体30元ぐらいなんよ。へ、ここ50元高いから、だからもうついてるんよね。親切やね。なるほど、うん、親切。めっちゃ美味しそう。 まずじゃあちょっとルーローファンからちょっと食べてみて。え、いただきます。どうかな、どうかな、どうかな。いやでもこれ、この見た目も美味しいですよね。そう、茶色は正義やって俺聞いたことある。茶色は正義や、確かに。わ、ではいただきます。うん、美味しいです。あ、本当、うん、それが良かった。お肉柔らかい、うんうんうん、ちょっともう一口。どうぞどうぞ。いただきます。うん、美味しい。あ、良かった良かった。癖とかない？
全然ないですね。なんか結構ルーローファンってさ、八角とかウーシャンファンっていうんだけど、中華系のスパイスの癖がある店割と多いんやけど、大丈夫？全然大丈夫です。じゃあちょっと俺も食べてもらっていい？じゃあちょっと僕もいただきます。ぜひぜひ。どうでしょうか。いただきます。ソロさん辛口なんでね。普通かな。うわこれで普通なんですか。もっと美味しいのあります。もちろんもちろんもちろん、ごめんなさいね、僕のあのこの本音で分かりやすいがモットーなんでね。美味しかったら美味しい、まずかったらまず、これもはっきり言うチャンネルなんですよ、はい、ごめんね、ごめんなさい。僕は普通、正直普通、まあ、あのもし気になる方いらっしゃいましたら、はい、僕のチャンネルでそのルーローファン、本当に美味しいと思ったルーローファンだけを集めたルーローファンの再生リストがあるんで、よかったらチェックしてみてください。で、あのこれね、煮卵あるよ、はいはい、これと一緒に食べるルーローファンは、そうそう、だからこのルーローファンと煮卵ちょっと一緒に食べてみて。食べる前にね、言わなあかんセリフがあるんやんか。ルーローファンと煮卵は絶対一緒に食べないとダメなんですよ、決まってるんですよ、ルールなんですよ。僕が生まれる昔からね、いただきますって言って食べて。ちょっと長いな、長いな。僕が生まれるっていうところは私が生まれるに変えて。カンペもらっていいですか。よし、一回練習で、うん、はい。ルーローハンと煮卵は絶対一緒に食べなきゃいけないって決まってるんですよ、私が生まれるはるか昔から。いただきます。おいしい。およかったよかったよかった。これ普通って言えないんです私。やっぱり卵一緒の方が絶対いいですね。そうやね、そうやね、この黄身の、なんて言うんでしょう、塊とかザラザラ感がすごい、このお肉とご飯と合う、うんうんうん、黄身のこのザラザラ感がね、お肉とよく合うんやって、うん、もしね、こう癖があったら、はい、フージャオっていうんやけど、胡椒がね、あるんです、うん、ね、卓上調味料とかがあって、これが胡椒、フージャオって言います、はい、この辺辛いやつね。あ、本当だ。これラージャンって言ってね、辛いやつね、辛いのが好きな人はね、はい、うん、これは小籠包用の針生姜ね。これもらっとこうか。あ、小籠包と針生姜は一緒に食べないとダメやから、はい、そうそう、いろいろいっぱいありますね、一緒に食べないとダメなの。そうやね、いっぱいあるね。ね、で、酢と醤油ね、ここのタイプは黒酢やね、黒酢、はい、そう、酢と醤油の割合は7対3って決まってるからね。知ってます、それ、あのゾロさんの動画で勉強させていただきました、7対3。これ黒酢ね。で、これ、醤油のこと、ジャンヨーっていう。ジャンヨー。はい、これで7対3ぐらいね。もう小籠包来たで。小籠包。いくよ。はい。せーの。じゃーん。おー、美味しそう。私が前食べた小籠包より大きいです。確かに、ちょっと大ぶりや、ここのやつは。じゃあね、これね、熱々やんか、うん、絶対熱いですね。熱々で食べたらね、やけどするやろ、うん、だからちょっと待とう。ちょっと待ちましょう。その間にね、さっきのブルーマン、これね、胡椒、フージャオかけるから、ちょっとね、かけと、またうまいね、これ癖がね、なくなってうまいよ。さっき言った八角とかさ、ウーシャンファンとかきつい時は、うん、この胡椒、八角にはフージャオって皆さん覚えておいてください。結構八角苦手な人多いと思うんで、日本人の方ね、これでちょっと食べてみて。いただきます。胡椒ルーローファン。香りますね。おー、うん、美味しい。おー、よかった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 。どうやって中国語を覚えられたんですか。勉強してないんやけど、まあ、そのやっぱこう撮影していくうちに勝手に覚えていったみたいな。すごいですね。 それはなんかほんま勝手に覚えていった。私今とこニーハオと、うん、シーシーぐらいしか分かんなくて、うん、俺も最初そうやった。本当ですか。そうそうそう、食べ物のだけ、名前だけ言える。そうそうそう、あ、さすが地方。もう食べ物の道でこう貫いてるんですね。そうそうそう、あの必要やから勝手に覚える。あ、そう。じゃあそろそろね、小籠包いけんじゃない、はい、小籠包もこれ食べ方あんねん。え、そうなんですか。そうそう、皆さん、あの小籠包を食べる時の食べ方ね、うん、まずね、このレンゲがあるんですけども、レンゲにね、こうまずね、こう乗っけるんですよ。はい、はい、どうぞ乗っけて。じゃあ1個、よいしょ、うん、はい。で、これ乗っけたら、このお箸でね、この皮をチュッて破るんですよ。そしたらスープが出てくるんです。ほら、小籠タンパやからね、ほら、出てきたでしょ。あ、ちょっとやってみて。じゃちょっとやってみます。お、出てきた、出てきた。私の方が多いですよ。多いですね。これでスープをまずね、飲むね、こうやって。優
優しい味、うん、ここの割と美味しいわ。お、やった、うん、で、このね、酢醤油にさっき浸しておいた7対3の割合でね、はい、浸しておいた針生姜を適量ね、乗っけて適量、はい、そう、乗っけた、うん、で、パクッと一口で食べます。いただきます、はい、熱くないですか、うん、お、いただきます。美味しい、美味しい、うん、肉、うん、美味しい、うん、よかったよかった。ここの割とうまい、うん、やった、うん、この生姜がアクセントになってうまいよね。うまいですね、うん、タレ完璧です。ありがとうございます。ありがとうございます。で、2個目からは、はい、もう皮とか破ったりせずに、うん、このままね、パクってね、一口で食べるの、うん、そしたら、口の中で肉汁がバーンって弾けて、うん、肉汁爆弾みたいなのいただきます。おバーンですね、今、うん、何もつけずに、うん、まんま、うん、いただきます。うん、うん、これはたまらんですね。やっぱ台湾の小籠包、美味しい。よかったよかった。うん、いや、美味しかったです。よかった。小籠包の食べ方知らなかったんで、もうこれから、うん、あのスタイルで行こうと思います。あ、よかったよかった。わ、すごい。ランタンが持ってる。あ、確かに、あの提灯が明かり灯り始めたね。いいですね、雰囲気が。やっぱね、九分は夕方から、はい、うん、あの提灯が灯ってきてからがより雰囲気が良くなるからね。そうですよね。今が、今5時半ぐらいです。もう冬やから日が暮れるのが早いね。え、もう台湾冬なんですね、これで。まあ半袖やけど。 T シャツ着てるから今日暑い、特に、うん、11月今日は11日か、うん、11ポッキーの日ですね。ほんまや、1111やね。うわやけど、はい、日中28度あったもんね、今日ね。今日は本当暑かったです。暑かった暑かった。でもこう山の上だからなのか、うん、雨が降ったじゃないですか、うんうん、その後虹2本出たの見えました。あ、見た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 。あれすごく、めっちゃ綺麗かったですよね。綺麗かったな、うん、ちょっと画像入れときますね。九分はあの山やから、うん、天気がやっぱ変わりやすいね。あ、やっぱり、うん、でもこう傘とか持ってこなくても屋根があるんでいいですよね。そうやね、それもいいポイントやね、うん、そう、雨の日でも楽しめるみたいなね。楽しめる、そうなんです。では次の店も向かっていきましょう。はい、はい、こんにちは。あ、ウーロン茶飲んでみる。あ、飲んでみる。あ、ありがとうございます。匂い、香りがいい。香りがいい。それアリさん、コウさん、ウーロン茶、台湾だけ日本ありません。台湾人気。体脂肪減らす、痩せる、新陳代謝。え、痩せるんですか。痩せるんです。台湾のご飯美味しいからね。これ太る毎日飲む、毎日飲む、毎日飲む、うん、うわー、めっちゃ綺麗。提灯の明かりが灯ってめちゃくちゃ綺麗。ゾロさん、このお店でしょうか。そうそうそう、あのね、はい、さっきの小籠包とかルーローファンって、うん、台北でも食べれるやん、はい、むしろ台北の方がむしろ美味しいとこいっぱいあるの、はい、だけど九分に来たら、うん、絶対に食べるべきっていうのが、はい、ここの芋園って書いてね、はい、ウーヨ園って言うんだけど、はい、タロイモの団子なんや、これ九分名物でめちゃめちゃ美味しいの、ここの。お、それ食べなきゃいけない。そう、9分に来たら絶対食べてほしい。それ今から食べよう。お、食べに行きましょう、うん、うわ。で、ここにね、メニューがあるやんか、はい、あの、総合っていうのがチョンハーってんやけど、うん、赤豆、あれが小豆のこと、はい、で緑豆、なんか豆やね。で、花豆もなんか豆やね。なんか豆、うん、だからミックスのやつにする。あ、ミックスにしようかな。それで、あの冷たいのか熱いのか選べるの。それビンダラーダって言うんだけど、どっちがいい？冷たいのか熱いのか。冷たいのがいい。冷たいのが。あ、イガチョンハービンダ。あれ。これがね、名物のイーウェンタロイモ団子。これ。そう。美味しそう。で、あのオレンジのやつがディーグアイウェンって言って、うん、さつまいもボールやね。おお。もうなんかもちもちしてるのが伝わってきますね。そう。美味しそう。
うわもう結構な量だな、うん、もう9分に来たこれもう絶対食べないとダメ。はい、シシシシシ55元です。安いやろ。安い。220円ぐらいで。そんなに買えちゃうんですね。やろ。これまたね、うん、食べる席がまたいい席やね。で、作ってるところが見れるんよ。ここで見れるね。あ、すごい。手作りやね。手作りだ。こうやって作るんですね。そう。あれ、タロイモ団子ね。ウーユエンね。おいしそう。ね、今ちょっと暗くなっちゃったからあれなんやけど、はい、ここに関しては昼間に来た方がいい。うわでもいい感じ。9分の景色を見渡せるんや。うわうん、ガラス張りだ。そうだからめっちゃ景色がいい本当はね。昼間やったらね、夜やからちょっとあれやけど、うん、ちょっと暗いけど昼間はすげえもうめっちゃ綺麗見渡せるんや。夜やからちょっと残念やなでも夜景がちょこちょこ見えて綺麗ですね。そうだね。これが9分に来たらもう絶対食べるべきね、うん、ウーユエンって言ってね、タロイモボールやね、うん、はい、そうで、はるちゃんが選んだのは総合ミックスのやつやね、うん、はい、それの瓶だ、冷たいやつね、うん、はい、じゃあどうぞ食べてみて、食べてみて、いただきます。ではタロイモボールからいただきます。うん、お、めっちゃ柔らかい、うん、あったかい、しかも、うんうん、美味しいですね。よかったよかった、うん、ちゃんと芋の甘みがこうしっかりついてる。そうやね、そうやね、うん、え、芋の味がすごい。そう、ちゃんとタロイモの味がするんよね。うん、これはまた味変わるんですよね。変わる。オレンジのやつがディーゴアって言ってね、さつまいもボールやね。さつまいも、そう、めっちゃ色綺麗ですね。ではでは、うん、お芋感がすごい。そう、最後にこれを。それ多分ね、草餅みたいな感じだと思う。ああ、うん、なるほど。あ、葉っぱがいっぱい入ってます。葉っぱがいっぱい入ってる。草の香りがする、うん、これはこれで美味しい。よもぎみたいな感じ、うん、確かに確かに。特にね、女の子好きやと思う。これは女性の方好きやと思う。もちもちしてるんで。確かにこれ大好きです。そうそうそう、タロイモうまいわ。うまい。いただきました。やっぱりうまいわ。やっぱ美味しい。ちょっと私もいただきます。うーん、あの想像してた氷と違いました、うん、あのかき氷みたいな、うん、あの細かい氷じゃなくて、うん、意外と大粒。そうやね、ガリガリってガリガリですよ。そうそうそう、粗めやな。粗めな氷です。そうそうそう、この辺がなんか昔ながらのって感じがするねんな。うん、やっぱね、台北にもあるんやけど、うん、台北で食べるのと全然違う。え、うん、何が違うんですか。あ、その芋の濃さが違うね。あ、そうなんですね。タロイモとかさつまいもって感じがするんやけど、うん、やっぱ台北で食べるとやや味が薄いというかね。あ、なるほど、うん、もちろん美味しいんやけど台北のやつも、うんうん、でもやっぱり9分ではやっぱここはうまいかな。うわ、これ知れてめっちゃ嬉しいです。これほんと初めて食べました。うん、日本にはないね。絶対ないですね。うん、おいしい、おいしい。これ最高ですね。よかったよかった、うん、これが200円ちょいで食えるからね、うん、考えられない。台湾最高ですねってなるよね。最高です。何もあります。でも円安とかでどうですか、台湾の中の物価とか、うん、やっぱ変化はありましたか。もちろんね、あの値上げしてて、これも実は値上げしてるんですよ。55元やから、うん、5元だけ値上げして20円だけね。まだまだ安いと思うね、うん、円安だとて、うん、僕は個人的にね、まだまだ安いなって思う、うんうんうん、そうだから円安やからみたいな、その台湾観光解禁されたけど円安やからとか飛行機代がとかっていう方もいらっしゃるんですけども、うん、まあ、僕これ個人的な意見なんですけど、はい、言うてもまあなんか数万円ぐらいしか変わらないと思う、うん、のね、5万とかもめっちゃ大きく開いても10万ぐらい。でもそう、10万ぐらいやったら経験の方を取った方が僕いいと思うんですよ。確かにそうですよね、うん、例えばやけど俺今43なんですけども、うん、80歳まで生きるとしたらあと40年間あるわけじゃないですか、はい、40年間のうちに10万円って考えたらあ、もうちっぽけなもの、ね、やろになってきますよね。そこをケチってさ、うん、円安やから航空券代が高いからって言って、うん、あの我慢するのってめっちゃ人生たった1回しかないのにもったいないと思うねん。
構迷わずに、もう思い立ったら吉日、もうすぐに台湾行きたいと思ったら来た方がいいなって。いいこと言うたね。人生は今日が一番若い日やから。今日が一番若い日やから。航空券調べましょう、みんな。いや、美味しかったです。よかったよ。それはよかった、本当に。では、また次の店に行きましょう。オッケー。はーい。うわー、すーごい綺麗。ちなみにそこにトイレあるよ。あ、本当だ、うん、しかも2個所あるんですね。そうそう、嬉しい。さっき通ってきた時に言うの忘れたけど、もう一個あった、はい、あの車で商店街の中にあった。ここは何ですか？分からんゾロさんも分からん。分からん。よいしょ。ここ頭気をつけて。はーい。すごい。隠れお茶屋さん。隠れお茶屋さん、ちょっとチラ見してこよう。おー、いい雰囲気。ゾロさん見つけましたね。隠れ顔。知らんかったわ。お、ここから、これからみんな撮ってるよ。みんな撮ってるな、ここ。じゃじゃーん、すーごい綺麗。ここね、はい、千と千尋のね、湯婆婆が、はい、湯婆婆の館みたいな、湯婆婆の館湯婆婆してるところやんか、はい、遠からの景色もいいんやけど、はい、こっちの左見て、あ、なんかありますね。そう、あそこにお茶屋さんがあって、はい、あそこでお茶飲むと、あの上の方からね、こう 見下ろせるみたいな、はい、すごいいいポイントがあるから、はい、今日ちょっと混んでるからさ、席空いてるかどうかわからないけど、うん、はい、あのここの中でお茶飲もう。で、撮影はさせてくれると思うから、お茶飲めばね。わかりました。じゃあ行こう。行ってみましょう。あの ちなみに9分はお茶の有名味からね。あ、そうなんですね。一石二鳥、名物のお茶も飲めるし、この千と千尋の景色も見れるしみたいな。最高ですね。最高やね。行ってみましょう。うわ、すごい綺麗。ここですでにもう綺麗やろ。うーわ、こりゃすごい。これ何これ？あ、こっちの方がうまいの？あ、じゃあこっちにする。割とするよね。ね、700円、お茶700円やから、3000、もう3000ぐらいな。あ、結構する。だからまあまあまあ、一人で来たらちょっときついかもしれないね。あ、確かに。でもこの景色見ながらゆったり飲めるのはいいですよね。そうやね、うん、ちょっとせっかくやから景色撮りに行こうよ。お、行きましょうか、うん。谢谢。姐，你看看正佳漂亮啊！啊，こっちの方が綺麗。谢谢。啊，因为你可以叫的。うわ。ほら、めっちゃ綺麗やろ。めっちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。すごい。これここでお茶飲まないとこの景色撮れないから。うん、確かに、うん。だからちょっと高くなるのはもうちょっと仕方ないね。仕方ないですこれは、うん。これも人生1回しかない。もう最初で最高ぐらいやから。はい。うん、そう、2,000〜3,000円ぐらいからね。うんうん。これは来るべき。いいと思う。え、すごい、中あんな感じになってるんですね。そうそうそう、本当にさ、湯婆婆の館みたいだな、うん、本当に湯婆婆の館。千尋が走り回ってそうやんか。走り回ってそうですね、うん、サービスで枝豆がやってきました。まずお湯を入れて。お湯を、おお、そんなこぼすんやね。いや、え、茶器自体を温めるんやね。あ、なるほど。びっくりした。お兄ちゃんもプルプルなんだ。こっちにお湯を使うの？お湯でお湯を洗うみたいな。うん、あ、とにかく全部温めるんやね。豪快だな。3分の1ぐらい入れてと。はいはい。ウォーター、うん、1回入れる、うん、はい、蓋して1回、うん、ノー、
飲むなと、これは飲むなと、捨てろと。茶葉も温めるんですかね。かもしれないね。うん。2回、はい、時々飛んでくる、時々飛んでくる、熱いよ。一番近いと危ないですね。そうやね、うん、めっちゃ入れたの。満タンまで入れて、蓋して、え、桃かけるんや、かけるんやからの、あ、そのためのあの、そのためのあのトングやったよね。なるほどな、まあ、とにかく温めるんやね、熱くするんやね。なるほどね。熱を逃さないみたいな。トング使ってのおよそ指びちょびちょ。1回、うん、30秒。30秒。うん、3回40秒。うん、では3回。4回50秒。うん、6回。うん、6回。うん、チェンジ。OK。あー。ボディランケージで生きてる。あ、色がついてる。あ、いい匂いしてるわ。いい匂いしてる。いい色出てる。あ、そっちの匂いなんだ。え？ややこしいな。ややこしい。え？匂いかけた。匂い、匂い。これ、はい、はい。わからん、わからん。うん。金やな。金やな。あ、ここで入れんの？あ、飲むの？飲むの？どうですか？うん。おいしい。普通。普通か。コロ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 。これは何なの？これ何やろ？水を切ってたんかな？ああ。オッケー。大丈夫。オッケー。大丈夫大丈夫。先生。先生。ええキャラしてますね。ええキャラしてたな。2回目やから40秒待ちやな。おっちゃんのパフォーマンス込みですね、これはきっと。そうやね、うん、あとそのやっぱ景色が見れるっていう。あ、確かに確かに、うん、すごい、なんかつぶつぶがいっぱいついてる。そうそう、黒胡椒とか中華系のスパイスとか。おお、なるほど、うん、でも確かに塩の方が好きかもしれない。そうやな、なんかいろんな味がする。そうそう、あの確かにこうビールとか飲む人は好きかもしれないですね、うんうん、とはいえ塩やな。とはいえやっぱ塩ですね、うん、シンプルイズベストやな。シンプルイズベストです、うん、え、これはもしあの、あ、そうそう、それ発覚、こいつこいつこいつ、発覚生えてた。日本人の敵や。日本人の敵。あー、すごい匂いする、うん、これ嫌いな人多いよ。もちろん好きな人もいてるけどね、これがないと台湾料理じゃないって怒る方もいらっしゃるけど、でも多くの方は苦手な人が多いと思うよ。この香りをご飯につけて食べようと思わないです、うんうん、中国語ではバージャオと言いますね。八角って書いてバージャオ。バージャオ。あ、ポストカードもらっちゃいました、嬉しい。はい、では今回の動画いかがでしたか。これから台湾に行きたいと思っている方は、この9分の動画、ぜひ参考にして来てみてください。そして、ゾロさんのチャンネルの方でもコラボ動画撮らせていただいてますので、そちらもぜひ見に来てください。はい、僕のね、チャンネルゾロの台湾グルメでは、台湾に来たことがない、中国語も話せない、ルーローファンも知らないね、そんなあなたにも、ね、台湾の初心者の方にも分かりやすくね、あの台湾のね、安くて美味しいローカル B 級グルメをね、紹介しています、はい、そしてね、あのこのね、本音で分かりやすいをモットーにね、美味しかったら美味しい、まずかったらまずい、これもね、はっきり言うチャンネルになってるんでね、せっかく台湾旅行に来てグルメで失敗したくない、そんなあなたにね、きっと役立つ動画がたくさんあると思いますんでね、はい、よかったら見に来てくださいね。はい、見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の動画面白かったよという方はぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。台湾来てねー。来てねー。